平成22年12月7日土曜日、あ、12月10日土曜日、加古川オズナンス対ベアーズの試合が始まります。加古川オズナンスキックオフにより試合が開始いたします。キッカー17番、リターナー20番、ナイスタックルにより、ゲインは、30ヤードのところで止まりました。右トリップスでパスフォーメーション、パスを投げるも53番パスリフレクト、失敗。右のスロットが左へモーション、 QB がパスを試みますが54番のサック。QB が、右オプション、そのオプションピッチをファンブル。カバーはオズナスのようです。オズナスターンオーバー、攻守交代です。タイトエンド右、リードオプションのフェイクで2番からパス87番、がカバーされ失敗。左オフセットアイフォーメーション、フェイクからパス5番から2番へのパスだが、これを、7番がインターセプト。これ損なかな、ターンオーバーです。スクリーンで2番へ、そこから、2番切り上がります。大きくゲインしてファーストダウン更新。パスターゲット86番成功、タッチダウンです。6点先制。ベアーズリターナーは26番、スクイズキック、ゴロキックです。リターナー4番です。これがかなりゲインになってしまっています。右タイト右オフセットの、フォーメーション、残り2ヤード、キュービーが左キープのリード、そしてどうか、ディフェンス止まりました。オズナスディフェンスの攻守により、ファーストダウンならず攻守交代です。ダブルスロットのワンバックフォーメーション、スイープフェイクで QB 走ろうとしますが13番がサック、大きくクロスしました。ヒットエンドのフォーメーション、パス、ターゲット86番、フラットパターン通りまして、アウトオブバーンズ、時計も止まりましてファーストダウン取ります。残り時間34秒、プレイアクション10番から、ターゲット87番ですがインターセプト、インターセプトリターン26番、大きく返されました。ターンオーバー、ベアーズの攻撃があります。ベアーズ残り時間21秒、ダブルスロットのワンバックですね。バック2番、2番に持たせて、駆け上がります。2番左オフタックル付近を大きく上がっていきます。大きくゲインしましてファーストダウン獲得。中央持たせて突破、99番、大きくゲイン。左スイープ2番、切り上がります。ゲインを9取りました。2番に持たせて中央突破、タッチダウン、6点追加です。ベアーズ、スロットモーション、オプションから QB キープ、E タイトのバックアイフォーメーション、オフタックルフェイクからのパス、ターゲット2番、パスヒットしました。ファーストダウン獲得です。相手陣39ヤードに下がりました。ダブルスロットからモーション、フェイクでパスを投げます。5番からターゲット2番成功、ファーストダウンが獲得された模様。バックアイフォーメーション、プレイアクション、これを13番がサック。QB がそのまま左オープン、テールバック上がっていきタッチダウン。
パントブロック、それをベアーズがそのままカバーしリターン、タッチダウンです。トライフォー失敗です。6点止まり。過去はオーズナス14点、ベアーズ13点、1点差です。パスプレーで10番からパスが86番へヒット、ファーストダウン更新です。パス2番へ成功、ファーストダウンはなんとか獲得したようです。スロットインモーション、2番が持って右オープンを駆け上がります。そしてそのままタッチダウン。2番がキャッチミス、そのリターンもせざるを得ません。レッターに入りますがナイスタックル、13番ナイスタックルにより、かなり押し込みました。プロアイフォーメーションを選択、スイープ23番が、ゲインならず、更新になりません。ファーストラン1点以内です。フォースラン、テールバック走って、ファーストラン獲得しました。勝利しまして2部昇格決定しました。最終スコアです。オズナス20点、ベアス13点、オズナス勝利です。泣いてます。わかります。おめでとう。